ジャマルアル・シャリーフ、ジャマールア・イコール・シャリーフはシリア出身の元サッカー審判員である。1985年に FIFA フフのライセンスを取得し国際審判員として活動した。現在はテレビやラジオにおいてコメンテーターとして活躍している。母語であるアラビア語の他に第二言語として英語を使用できる。1986年に FIFA 国際審判団に選出され、1986FIFA ワールドカップにおいて2試合、1990FIFA ワールドカップで1試合、1994FIFA ワールドカップで3試合において、主審を務めた。AFC アジアカップ1992と AFC アジアカップ1996でも、主審を務め、 特に日本で開催された1992年大会では決勝戦の主審も務めている。また、1988年ソウルオリンピックのサッカー競技やキングファハドカップ1992においても主審を務めた。2011年にはイフスが選ぶ4半世紀の審判100人において第117位に選ばれた。 1986FIFA ワールドカップでは2試合を担当した。1990FIFA ワールドカップでは1試合を担当した。1994FIFA ワールドカップでは3試合を担当した。ありがとうございます。